ピアノ臭沈まれ、トーマにやられて手が痛いのは分かる。すごい顔。お約束だな。何が起こってるんだ。なんだ今のは。前田刑事。いやこれ恒例でやっとるんですよ。毎年。知らんわそれ。相談に来たんだな。相談に来たんだろこっちに。違うの。最後の最後に。どうしてくれるの正直。は。マンちゃんお前大丈夫か。整いました。さっきと別人ですな、信長様。世界だお前。別人です。情緒不安定か。本当じゃん。不安定すぎるわ。いやー、皆の、まあ、翔山の言った通りな、笑顔あふれる式になったと思う。いや、本当にありがさんじゃ。うん。まあ、知っておるものやも、ああ、ものもおるやもしれんが、我らは来期も活動、継続と愛だった。それも、ありがさんじゃ。それも、ここにおる皆々、応援してくれる皆々のおかげだと思っておる。我ら名古屋表の支部所在の歩みは止まらん。それぞれついてまいれ。次郎三郎、何か申すか。正門に一言ずつ申すか、お前ら。いらんか。いや、せっかくなので、皆々に一言ずつ、よろしいですか。うん。では、神河組対から参るか。私、夏から失礼いたします。翔右衛門さんが蘇って2年ですけども、私が蘇ってからその後に蘇ってきた初めての神河組対なんでございます。そして私よりも先に旅立っていってしまうんでございます。この2年関係しないよね。この2年間で翔右衛門さんが神河組対に与えた影響というのは誠に大きなものがございました。これまでの神河組対とはまた違った神河組対になったのも一つ翔右衛門さんの影響がとても大きいなというふうに思っておりまする。そしてこたびの式も翔右衛門さんがいたからこそこのように誠に笑顔あふれる出立式となったかなと思っております。翔右衛門さんありがとうございました。うん、大になる。アリアさんじゃクソマゲの俺はアリアさんじゃって言ったのよ。感謝の言葉言ったのじゃ。クソマゲは何やねん。表現が違いない。さあ、そうすけ、参るか。はっ。では、わしからは、わしはもう一番おそらく翔右衛門と近しく、共に蘇ってまいって、うん、足軽で、まあ、同じ農民でのいろいろ思うところはありますがと、2年間いろいろあるのか、あるな、思うところはもうたくさんございますが、いやー正直なところ寂しいですな、皆様の、でもの笑顔で、翔右衛門の笑顔に負けんような笑顔でですな、最後まで今日という日を終えたいと私は思うております、うん、なのでまたの翔右衛門、いつでも待っとるで、名古屋城で。またの、またの、またの。以上、次のコーナー。あ、ではトーマが参ります。あ、トーマが、おい嘘つないぞトーマ。最大心すんな、怒れとらん涙。本当に失礼いたしました。本日ですね、清正人参という演目を行いました、うん、これはかつてですな、
達蔵さんという足軽がおったときに雇った演目でございまして、これがですな、正右衛門がよみがえって再びあの清正人参やってみてなんじゃと言いまして、こたび一回限りでございましたけども、復活演目としてやりましてですな、武将隊100年続いてまいります。まだ8年目でございます。現にですね、過去に亡くなっていった作品もたくさんございます。しかしながら100年歩んでいくためにはですな、こういって昔を思い出したり、さらに先に進むための糧として8年間そしてこれからがあるのだと深く正右衛門のおかげで思い返すことができましたゆえに、これは正右衛門に感謝でございます。正右衛門の仕立て式楽しかった、セロリうまかったよ。ありがとうさんじゃ、ね、はい、ありがとうございます。私も楽しかったよ、トーマさん。おうじゃあ、刑事。あすいません、まあ、簡単ねえぞ、簡単ねえ。あ正右衛門、ありがとうさんじゃった。は2年間、我ら武将に付き従って、最初は拙者、私、神河祭、なんてなかったかな、みたいなな戸惑いもあった時期もござったけれども、しかとこの現世の戦働きに励んで、うん、そして己が自身で自分の個性とは何ぞやと、和之助はわっしょいわっしょいと言うて、うん、な、蘇ったその日からわっしょいわっしょい言うて、お祭り男だ言うて、みんなにもな、わっしょいさんだと言われてな、名前を覚えてもらって、わしはやはりな、まあ大名じゃないけれども多くの民が知ってくれてる歌舞伎者前田圭司として、うん、そして我がおじゅ前田利恵様、加賀の国を築いた、そして熊本を築いた加藤清正、そして徳川様、秀頼様、信長様とな、皆々が知っとる面々がおる中で、自分はどうしたら皆に覚えてもらえるんだろうか、うん、必死に励んでおった姿を2年間わしはずっと見ておった。この者は農民としてな、野菜を作ったのは南の知ってるな、こたび清正人参も披露いたしたけれども、ものすごく努力するやつなんじゃこやつはな、すごく努力する。みんなも見とって分かると思うけれども、努力をすればな、報われる、それを証明したと思う正右衛門はこの2年間で、それを見てわしもな、ぐうたらせんと、たまには重い腰を上げてな、やり振るかと思うたわこやつを見て、ゆえに正右衛門から学んだことも非常に多かった。これからは正右衛門に我らが名古屋おもてなし武将隊の名前を、どっか遠くに行ってもな、どっか遠くに行ってもその名前が轟くように、これからの戦働き励んでまいるで正右衛門。はっ、俺ありがさんじゃった。ありがとうございます。うん、山さん。はっ、正右衛門。この人は、な、改めて蘇ってからは、1年という短い時間であったが、非常に濃い時間を過ごしたと思っている。主と共に学んだ、見て、この現世の触れていったこと、すべてが一つ一つ、わしの要となっておる。誠に感謝しておる。やはり、400年前から、わしに付き従ってきたけども、改めて、蘇ってな、今は、やはりな、武将と足軽、身分の差は、あれど、わしはお主を友だと思っている。戦友と書いて、ゆえにお主が負けんようにな旅立つ、わしも負けん、遠くから見守っている。さよならは言わん、また会おう、ありがとうな。はっ、あなたさん。はっ、正右衛門、我が生涯で一番の家臣がおるんじゃ、わしの。それは実は村井又兵衛という名前なんじゃな、うん、わしの前田又左衛門の又の字を挙げた家臣がな、400年前におったんじゃ。若い頃からずっと苦楽を共にしてな、わしの命を救ってくれ。ちょっと待ってください、別の話じゃないですか。何の話してるんだよ、正右衛門の話だよ。何で村井又兵衛との話になるんだ。一瞬一番の家臣は正右衛門じゃ、ストーンって言ったんだけど、途中から笑ってもらってそうじゃん。正右衛門、何ちゅう感情かわからんかもしれない。ただ正右衛門、400年ぶりに現世に蘇ってきたら、お主という男に出会って、うん、わしの一文字、わし、又兵衛にしかあげとらんのじゃけど、
お主にもな、名前をあげたくなった。またやもんで、またやもんでまいりますか。あなた様の左と右をいただいて、正左衛門と名乗ります。やっぱり正左衛門か。もしくはバタエモンで、どちらかで、はい、そして、戦国時代であらば、わしはマタベに命も救われとる、心も救われとる。現世ではお主に全部救われた。誠じゃ。これは誠じゃな。本当じゃ。誠でございますか。お主の笑顔はそれだけ力がある。多分客人の皆々もそうだと思う。正門に救われた者はいっぱいだと思う。そして改めてな、客人の皆々に礼を申したい。笑顔をな、正右衛門からもらった笑顔を今日はみんな正右衛門に返してくれたと思う。なので改めてわしからもありがとうございった。そして正右衛門は大義であった。ありがとうございます。いや、名前あげとらんって言ったよ。そうやな、間違えた。間違えた。あげる気全然ないじゃないですか。もう次郎三郎行け。せっかく上の正右衛門、あちら側の者たちも主の顔を見たかろう。前へ来い。前へ来い、前へ来い。失礼いたします。前に来いって。持ってないぞ、って言えない。持ってないぞ、って言えない。そういう前はな、出立式の以前からやってこい。失礼いたします。何か最後の最後に。何か。いいの持ってない。では、わしから問いただしたいことがある。常日頃思っておったことじゃ。お主は、誠の武士になりたいと申しておったな。正右衛門。2年間で誠の武士になれたのか。わしが思う誠の武士を言ってもよろしいございますか。やめぞ。武士というものは、まあ物の不動精神あれど、曲げを言ったり、地位が、位があったり地位があったり、刀を刺しておったら武士と呼ばれる時代でございました。でもわしが思う誠の武士は、その姿ではなく、その目の前の人を笑顔にできたり幸せにできたりするものが誠の武士になれるのではないかなと、わしはこの2年間で思い申した。故に他人任せではございますが、誠の武士にわしは自分でなれたとは言えぬかもしれませぬ。それはなぜかというと、皆様がそれを判断していただくからでございます。故に、わし、今聞かれたんですけど、皆様に聞いてもいいですか。わしは、誠の武士になれましたか。ありがとうございます。これが答えでございます。大義であった。この後もな、しかといたせ。は主とはの、この行く先の話をよくいたしたがな、はお主は自分自身に甘いぞ。は故にな、周りの者たちの力で今後は信長殿聞いてくだされ。誠のやつだ。さよ。なぜな、おのが自身に厳しく、そしてな、誠の武士に次の世界でも愛なれるように努力し続けよう。あまり真面目すぎると刑事みたいになってまうから、たまには息抜きせよ。社員の大義であった。ありがとうございます。はい、やった。いえ、なる。いやー、まあ、正右衛門は、まあ、実はな、中村の民ということで、まあ、東京なんじゃ。それで、まあ、一言申せば、もう、天下人と足軽という身分で、まあ、位はあるんじゃけど、わしはこの者を、友だと思っとるんじゃ。戦友と書いてな。乗り解いて大丈夫ですか。これは中村の民、そして豊臣家に通ずる言葉なんじゃな。戦友なんじゃな。さようでございます。さようじゃろ。まあ実はな、中村の民、ここにはわしと清正とこのな正右衛門がおるんだけど、まあこのこたび正右衛門が旅立ってしまうということでな、ちょっと昔寂しい思いをしとるんじゃけども、ただこの者が、まあ、強い決心があるゆえに、まあ、実はわしは本当は、まあ、旅立ってほしくないんじゃけども、この者に、まあ、通った時に、まあ、決心があると
わしはどうしても行きたいということで、まあ、巣立っていくということを、まあ、いりゃ強い目で言ったもんじゃから、まあ、それを止めることはさすがにできんで、中村の民が一人減ってしまうが、これからこの中村の民がな、エリアな、自慢できるように、うん、ショヨンはいろんなとこに旅立つということでな、でそれを期待しとるで、はっ、うん、ありがとうさんじゃった、ショヨンも。ありがとうございます。わしからは以上でございます。わしからはもう先ほど言うたからな、もうええじゃろ。でも泣いておるな。もう泣くな。雨がな、当たってるな。そうじゃな。申し訳ございません。わしはな、まあもっと国と城を持っておったらな、おつおつ正右衛門にも城と国を与えてやったやもしれん。しかし正右衛門はどうやら自分に弱いらしい。切磋琢磨し今後も頑張るんじゃぞ。いや、主との時間は本当に楽しきものであった。ありがとうございました。正右衛門の分を祈願し、闇屋でもう一度勝ち時をあげよう。はっ、猿よいか。ああ、わかりました。さあ行くぞ。直江とそして正右衛門の門出を祝って勝ち時じゃ。それえいえい、ああ、えいえい、ああ、えいえい、ああ、ありがとうございました。頼むぞ。スタッフです。スタッフまで乗ってます。